はい、おはようございます。ケンズキャンプ TV です。ついにですね、非常食で1ヶ月バロッコ生活シーズン2ということでね、まあ簡単に2週間目ってことなんですけどはい、シーズン2始まりましたということでね、シーズン2一発目は昨日の夜ね、告知した通り、まあ、ちょっとこうね、特殊なというか変わったものをね、スタートをやろうと思いまして、買ってきたものを紹介したいと思います。それがこちら。はい、こちら3日間しのげる命の箱アーク3です。はい、じゃあね、このアーク3なんですけども、3日分ですね、これしのげると書いてあるんですが、最低限のものがこの中に3日分入っているということです。一人一箱このね、箱を持って、まあいれば、まあいわゆる何かあった時に3日分は、しのげますということですね。はい。まあいろいろ便利グッズが入ってたりとか、まあすごいこう大事なことが書いてあったりするので、一つ一つこう見ていきましょう。はい、じゃあね、命の箱アーク3ということでね、パッケージはこんな感じでございます。なんかほんとちょっとかっこいいというかね、デザイン的には結構好きですね。はい、ここに書いてありますね、製造より5年という保存期間になっております。で、他の部分にいろいろ書いてあるんで見ていきましょうか。はい、セット内容はこんな感じ。中に入ってるものですね。まずこの非常用食品ということで、こういった形で、食べ物が入っております。あとはブランケットですね。ブランケットも入っていて、非常用の飲料水、それから保存袋ということの4点セットですね。はい。これがまあ3日分入っているということでございます。まあブランケットはね、1枚でしょうけどね。こういう食べ物、飲み物って感じは、3日分入ってるということですね。で、まあ食べ物に関してはこう栄養豊富な感じですね。なんかビタミンとかミネラルとかいろいろ書いてありますね。はい。この保存バッグに関しては、まあそういった食べ残しとかを、短期間保管できるっていうことですね。あ、賞味期限ここにありましたね。2022年の10月でございます。ということなので、4年と10ヶ月ということで、まあおよそ5年間、しっかりと、期限のあるものが届きました。こちらの側面にね、エネルギー表とかね、原材料表がありますので、気になる方は止めてみてください。はい、こんな感じ。逆側にはね、こうやってまたセット内容が書いてありますね。はい、こちらの側面はこんな感じ。備えあれば憂いなしということですね。はい、そしてはい、なんとね、こういう感じで緊急連絡先というかね、災害用ダイヤルも載っております。僕災害用ダイヤルとかね、この名前自体は聞いたことあったんですけど、まあこういう風に使っていくんだっていうのがね、あらかじめこういうふうに分かっていると、実際にこう遭遇した時にね、かなり役立つと思います。まあそれにね、これ知らない人でも、これ1個ポンと置いとけば、まあ何かあった時にこれバッて持ってってね、あれ、こんなところに便利な情報が書いてあるっていうんでね、いろいろ使えると思うんで、かなりこれ良心的というか、ほんとこれ1個ポンって置いとけば3日分とりあえずこれでね、しのげるって考えたらこれ安心ですよね。サイズ的にもうまくまとまってるし、これはなかなかいいんじゃないかな。はい、ということでアーク3開けていきます。いやー楽しみですね。どんな感じのが入ってるんだろう。ここから開けるみたいですね。じゃあ開けます。オープン。おー、まさになんかこう非常食という感じのパッケージでございます。ちょっと取り出してみますね。これが水だ。これ水ですね。はい、すべてこう英語表記になってますね。じゃあ原材料のところにあったんですけど、製造されてる場所が米国となっておりましたね。なのでこう英語表記なんですね。はい、水が 1,2,3,4,5,6 ということで、とりあえずお水が1日こう2袋使えるっていうことですよね。はい、で1日2袋を使えるんで、まあ例えば朝と夜とかね、まあ昼夜でもいいんですけど、そういう感じで使っていけばいいということですね。まあ本当にこう最低限の水の量ってことですね。はい、これがブランケットですね。これちょっと英語でブランケットって書いてありますね。はい、これせっかくブランケットあるんで、今日から3日間はね、このブランケットで、ケーキャンで寝たいと思います。なので夜の動画もお楽しみください。これが非常用食品ということですね。だから小分けされてないから、あれ、なんかこの保存用袋がついてるっていうことなんですね。なるほど。
じゃあちょっとこれ開けてみましょうか。一応なんか開けてそのまま食べれるやつらしいんですけど、あ、こういう感じでね、なんか分かれてますね、中では。多分朝昼晩、朝昼晩、朝昼晩ということで3日分ということですね。この一かけらを食べていく感じだと思います。じゃあね、開けていきたいと思います。よいしょ。はーい、なんかすごいけど。匂いはなんだろうな。酸味のある匂いがしますね。ちょっと一回取り出します。よいしょ。おー。なんでしょうか、これは。すごいね。あ、ちょっと手になんかあれがつきますね。オイリーな感じに。ちょっと割ります。お、あれ、なんか菓子パンみたいな感じかな。よいしょ。じゃあ他はね、ちょっとビニールの方に移したいと思います。はい、じゃあこんな感じでね、入れました。まあ本当はこの銀の中入れて銀をさらに入れればいいんでしょうけど、まあここの部分にもビニールに直接入れてたんで、これでいいのかなと思って入れちゃってます。まあできるだけ空気は抜いた方がいいんでしょうね。じゃあこれはね、箱に戻したいと思います。はい、こんな感じの、なんだろう、固形ですね。カロリーメイトとパンの間ぐらいなんですかね、なんか硬さ的には。それじゃあ食べていこうと思います。さあ果たしてお味はどんな感じなんでしょうか。いただきます。なるほど、やっぱカロリーメイトよりは若干こう柔らかいというか、まあ、若干ですけどね。シーズン1のね、お昼ご飯でずっとカロリーメイト食べてたんで、比較全然できてると思うんですけど、カロリーメイトよりは若干しっとりしてる感じ。な、美味しいかな、俺的には美味しく食べれてるけど。こう酸味があるというか、なんか若干僕的にはフルーティーな感じに、自分は感じ取れるかな。酸味と甘さがある感じ。なんかリンゴ、リンゴじゃないんだけど、なんかそんな感じの味ですね。はい。まあもちろんこれ、いろんなこうビタミンとかそういった味だと思うんですけど、まあそういう感じです。まあこれをね、毎食一かけらずつ食べていくっていうことですよね。はい。そして、水ですね。まあ今日ちょっと朝一袋これ飲んじゃおうと思います。買ったこれ。まあこれを本当はコップとかで移すんでしょうけどね、そのまま飲んでみたいと思います。どうやって飲むんだろうこれ。はい、まあ水ですね。本当水って感じ。まあ一応海外のものですけど、全然普通に水ですね。なんか本当にこう、あれですね、サバイバルというか、な気分になりますよね、こういうのだと。しかも結構これ、小さいなって思ったんですけど、お腹に溜まりますね。多分さらにこう水で膨張するタイプだと思いますね。ごちそうさまでした。はい、ということでね、シーズン2最初のまあ企画としてですね、命の箱アーク3で3日間本当にしのげるのかっていうのをやっていきたいと思います。ということでね、これで3日間しのげるのか、やっていくわけですが、今日の朝ごはんはこんな感じで終わりましたね。はい。ビニール袋に移して、お昼も職場でね、これ一かけら食べていこうと思います。で、この3日間に関しては、お昼ご飯も、ちょっと野菜ジュースとかカロリーメイトとかもちろん抜きにしたいと思います。はい。だからお昼のちょっとね、水分がないのがちょっと心配だけど、まあ、企画としてね、3日間ちゃんとこれだけでやってみたいと思います。まあ本当にね、お腹減ってやばいとか、飲み物がなくてやばいってなったら、まあ考えますけども、まあ、本当にあんまりね、大きいことがない限りは、これで3日間ね、頑張ってしのぎたいと思います。これ個人的にも気になるところで、本当に3日間しのげたら、
これは備蓄したいですね。かなり持ち運びもパッと持っていけていいですし。ということでね、これを小分け袋に移して着替えて仕事に行ってきたいと思います。それでは行ってきます。はい、ということでね、8日目の、夜でございます。はい、お昼ご飯にこれね1ブロックね食べたわけですけども、でもちょっとまあ足らない感はあるけど、まあなんとか大丈夫ですね。はい、ちょっとお昼に水分がないのがちょっとあれだったんですけど、逆に僕朝ごはんなくせるタイプなんで、まあ朝ちょっと水なしでお昼に水と、このブロック1ブロック食べるっていう方がまあいいのかなと思います。はい、なので明日からはそうにしていけばいいかなという感じですね。ということで今日はねまたね、命の箱アーク3のね、方をいただいていきましょう。夜はね水が飲めますから、水が。はいはい、じゃあこれがですね非常用食品ということで、計9ブロック入ってまして、1食1ブロックということですね。はい、じゃあこれをね今日も1袋、これをじゃあ1ブロックまた食べていきたいと思います。はい、こちらでございます。はい、これねぎっしり詰まってますから美味しいですよ結構ちょっと手がね手かついてしまうんだけど、まあ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 食べていきましょう。で今日からね3日間アーク3生活が始まりますから、もちろんこのセットで入ってたこの銀のブランケットを使ってしっかり寝ていこうと思います。それでは水の方からいただきたいと思います。これ結構剥ぎにくいんだよな、マジかあれ？一応なんか切り口みたいの書いてあるんだけどな。ちょっと僕の力で切れない。あれ？あ、いけた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 。うわ、買ったこれ。はい。相変わらずね、固めでございます。ではね、いただきたいと思います。なんか今朝は感じなかったけど、うん、若干ね水の味が、なんか今朝は感じなかった気がしたけどな、なんだろう、若干ね薬品っぽい味がしますね。まあほんとちょっとですけど、飲めないことはないですね。うん、まあ多分こう長期保管するための何か入ってるんでしょうね。じゃあいただきたいと思います。うん、個人的にはこれ好きなんですけどね、味美味しいですよ。うん、個人的には、うん、いやーでもね腹減りましたねアイカーズのちょっとフルーティーっぽい味というかね、うん、なんかこうリンゴのような味というか、ちょっと例え違うと思うんだけど、うん、あんな感じの酸味と甘みのある、美味しいですけどね僕は。ごちそうさまです。はい、こちらの方もね飲み終わりました。まあ一日三食これだと味に飽きちゃうかなと思ったんですけど、とりあえず、初日は大丈夫そうですね。まあ明日明後日、まあ最終日が結構あれなのかな、飽きてくるのかな。でもね緊急時はねそうも言ってられませんから、まあ僕はね全然そう考えたら美味しいと思うんですよね、美味しい方。うん、ただちょっと水がねなんか今朝よりなんかちょっとこう若干こう薬品っぽい味というか匂いがするなっていうふうには思いましたね。うん、まあ保存するためにはこう必要なことなんでしょうね。はい、それじゃあねちょっと歯磨いて、寝る準備をしたいと思います。はい、じゃあね歯磨いてきましたんで、今日はこの銀のブランケットで寝たいと思います。まあ今日から3日間はねこれでしのいでいこうということですね。こういうの初めて使うな。なんか防災グッズももうちょっとこう揃えてやるべきでしたかね。おおおお、
なんかすごいテロテロしてるな。はい、なんかね、かなり大きいブランケットですね。サイズが 132×210cm ってことで、もうかなり広いし、おお、なんかあったかい。あったかいっすね、これ。やばい。今ね、この足のとこ乗せてるんだけど、なんかもうすでにあったかい。コンパクトで超軽量 43g のアルミ蒸着ポリエステルシートでいいのかな？ゆったりサイズ 132×210 ですね。これ多分セミダブルとかダブルのサイズだと思うんですよ。高い体温保持率で体温低下を防ぎます。暑い時には直射日光熱を反射し体温上昇を防ぎますと。光を反射するため救助用目印としても使えますってことで、多分これ広げといてここだよみたいなねヘリに知らせるとかそういうことでしょうね。そして防水性が高いので防水ポンチョとしても使えます。だ、雨の日とかこれ羽織れば、まあ水を弾いてね、体が冷えるのを防げるということで、ちょっとまあ寝る以外にももちろんね、いろいろな用途があるということで、いや、すごいな、これ考えられてるね。この箱ちょっとすごいんじゃない？これかなり。てかあったかい。俺こういうの初めて使ったからわかんないけど、こういうもんなの？すごいあったかいんだけど。なんか全然寝れそうですね。はい。一応ベバストヒーターのスタートタイマーだけ使っておきますね。まあ朝方にこれが作動して、まあ、暖かくなるという形ですね。5時間後ぐらいに設定しとこうかな。はい。いや、なんか面白いな。なんか防災グッズとかもちょっとこう合わせてやっていきたいですね。なんか。おー、いいなー。ちょっと防災グッズ漁ってみたいです。はい。ちょっとネット見てみますね。はい。まあまあネットもね、こう災害時はもう聞かないんでしょうけど、まあまあまあでもね、こういうグッズを見るのもなかなか楽しそうですね。ということでね、寝ていきたいと思います。よいしょ。わ、でかいでかいでかい。めっちゃシャカシャカしてすいません。ちょっとうるさいかもしんないけど。ちょっと一回寝っ転がってみましょうか。よいしょ。まあこんな枕はないんでしょうけどね。はい、こういう感じですね。めっちゃあったかいんだけど。あ、なんかね、しかも透けてますね。透ける、これ透ける透ける。なんかこう明るい越しに見ると透けますね。これすごいな、あったか。まあ、ちょっとシャカシャカしますけどね、非常に軽量でコンパクトにまとめられていいと思います。じゃあ明日も仕事なんでね、寝ます。おやすみ。やっかしょい。あ、赤く反射してかっこいいな、これ見えるかな。